カッターナイフは交換可能な刃を持つ刃物である。略してカッターとも呼ばれる。もともとは紙を切るための道具として開発されたが、布や薄いご飯、石膏ボードが切断できるものなど、用途に応じて様々な形状の製品がある。カッターナイフは和製英語であり、英語圏ではユーティリティーナイフと呼ばれるほか、商標からスタンリーナイフ、ボックスコーター、 オクとナイフなどとも呼ばれる。オルハ式、カッターナイフ陣に折れ目がついており、切れなくなった先端を折り取れば、新品同様の切れ味を取り戻す方式である。日本のオルファ創業者である、岡田義夫が発明した。紙や布、薄い合板、石膏ボードなどの切断に用いられる。一般的に薄刃で折れやすいため分厚いものの、切断には向いていないが、 他の切断工具であるノコギリやジグソウよりも切断面が綺麗である。また、石膏ボードなどを切っても切りくずがほとんどない。従来、印刷所などではナイフやカミソリの刃、ガラスの破片を用いて紙類を裁断していた。しかし、刃先が摩耗してすぐに切れ味が悪くなる欠点がある。そこで1956年に印刷会社に勤めていた岡田義夫が いたチョコからヒントを得て、オルハ式カッターナイフを考案した。岡田はこのオルハからオルハ株式会社を創業。これは、構成の刃にあらかじめ折り筋をつけておき、刃先が摩耗した場合にはそれを折り取ることで新たな鋭い刃先を作り出す方法。現在では一般用のカッターナイフの多くがこの方式を取っている。刃は小型人、大型人といった オルファのサイズはデファクトスタンダードとなっており、他社類似製品もオルファに合わせた刃のサイズで発売されている。オルファのカッターナイフは日本市場のシェア約60%を占めており、海外100カ国を超える国々で販売されている。また、グッドデザイン賞選定品52品目、G マークロングライフ賞16品目。各種のバリエーションがある。グリップ部分に、 滑り止めの加工やゴムカバーのついたもの、薄い葉のぐらつきを抑えるブレードホルダーのついたもの、折った葉を本体鋼端に取り付けて細工用としたもの、等。本体は合成樹脂製が基本であるが、金属製もある。オルファ式、カッターナイフの日本国内専業メーカーは、オルファ株式会社と NT 株式会社の2社だけである。オルファと NT が現在よく似た。 商品群の専業メーカーである理由は、オルファの岡田義雄が当初考案したオルファ式、カッターナイフの製造を NT に依頼していたことによる。岡田義雄は自ら NT の会社役員としても在籍し、1959年カッターナイフの発明者を岡田義雄出願人を日本転写紙株式会社として特許を出願、取得した。 岡田義雄は1967年オルファを創業し、カッターナイフの特許は NT とオルファが共有することとなる。左から円切りカッター、小型、アクリルカッター、オルファ式、カッターナイフ、刃、ペン型デザインナイフ、カッターのコロータリーカッタースクラップ用カッター人の材質はほとんどが構成である。日本メーカー製の一般的な刃に使用されている鋼材は、 SK-120 が主流である。これは SK 材の中で2番目に炭素量が多く硬い。ノコギリジンなどの特殊形状の刃は炭素量が比較的少ない SK5 及び耐摩耗性や耐衝撃性、耐熱性を付加した合金工具工 SKS-7 が使用される。磁性の影響を嫌う場合などにセラミック製のものを用いることもある。 円切りカッター中心点を針などで固定して、綺麗な円を描いたカットができる。大型のものは、薄い後半も切り抜ける。左利きの場合は、刃の向きを逆方向に取り付ける。ロータリーカッター円盤状の刃を回しながら切り進み、紙、フィルム、布などの曲線が切りやすい。オルファが最初に開発した。ペン型デザインナイフ小型の紙切り用のカッターナイフ。オブジェ。 工作などには欠かせないカッター。スクラップ用カッターわずかに出た刃先で重なった紙の上一枚だけを切り取ることができる。新聞やコピー用紙を標準に、刃のでは 0.3mm に設定されている。楕円カッター直径17から 21cm から38から 42cm の楕円が切れるカッター。NT 製、ミシン目カッター紙、フィルムビニールなどに、 必要な時に切り離せるミシン目を入れることができる。段ボール用カッター段ボールと発泡スチロール用、刃はステンレス構成で、ノコギリを使うようにゆっくりと動かして使用する。カッターの小刃の部分がノコギリになっている。アクリルカッターエンビータやアクリル樹脂板を切断する工具で、刃先は特別な形状をしている。ノコギリでの切断に比べ綺麗な切断面が得られる。使い方は、 カッターの刃を押し付けながら引き、切り込みを少しずつ入れていく。何度も繰り返し、深さが材料の半分程度までになったら、溝の部分が上側になるようにして、作業台の端などの直線部に当てて板を折る。切断面角部は鋭利で危ないため、刃についている仕上げ用の面取りエッジ部を使って面取りをする。紙の切断は同じ刃についている紙カットジン部を使用する。 ペットボトルカッターペットボトル専用のカッター。ウェルビー製。左利き用カッターナイフ左利き専用品。形状が通常のものと鏡対象で、刃も専用の溝が反対側についたものを使う。オルファのレフティ TJM デザインの田島サウスポーなど。カッターナイフを携行する行為は、軽犯罪法、または、 重宝刀剣類所持等取締法によって規制されており、カッターナイフを理由なく持ち歩いてはならない。もし、警察官による所持品検査において、カッターナイフを認められた場合は、傾向している理由及びその理由の正当性について説明しなければならない。正当な理由なく、カッターナイフを傾向していたことにより、刑事裁判において有罪となった判例は数多く存在する。 オウム心理教事件の際の現行犯逮捕の理由となった事例がよく知られる。他の犯罪を伴わずカッターナイフの所持のみで起訴有罪となった例として、京都地裁平成19年11月9日、判決が挙げられる。カッターナイフは、消灯など他の実用目的の小型刃物に比べて、刃体の長さが製品によっては、新品時に8内し9センチメートルと長いため、 軽犯罪法違反にとどまらず、銃刀法違反に抵触する場合がある。この関係で、職務質問で、刃渡り8センチメートルのカッターナイフを見つけて所持者を、交番に連行したものの、銃刀法違反事件として処理する手間を嫌うあまり、警察官が刃を机に押し付けて折って5センチメートルにし、軽犯罪法違反事件として処理したという、不正事件の例もある。ありがとうございます。